皆さんこんにちは、七瀬ありんさとミニピンのアイビーです。今日はですね、ワンちゃんとの主従関係の作り方について、とっておきの特訓法をご紹介していこうと思います。結構ね、犬ってやっぱり群れで生きる生き物なので、可愛がってばっかりとかいると舐めてしまうことが多いんですね、人間を。でやっぱり主従関係がワンちゃんが上だって思ってしまうと、本当にとんでもないぐらい暴れたりとか、言うこと聞かなかったりとか。大型犬とかだと本当に人とか犬とか襲ったりっていうお話もよく聞きますし、やっぱり言うこと聞かないから犬を手放したりとかしてしまう人もね、日本でもいると思うんですけど、すごくそれは悲しいので、ちゃんとやっぱりこう言うこと聞くというのか、主従関係はせめてしっかりつけておくべきかなと思います。とはいえ、どういう風につければいいのか、もうちょっとなんか舐められてる気がするんだけどどうなんだろうとか、そのあたりについてですね、ご説明していきます。主従関係をつける、自分の方が上ですよ、ご主人様ですよっていうのを、このようにすると、ワンちゃんは認識してくれますよっていうやり方があるので、2つご紹介します。動画の方ご覧ください。まずワンちゃんをお座りさせて、背後から抱え込むように座ります。そして犬の口元あたりを掴んで自分の好きな方に向かせます。この時主従関係ができていないとかなりワンちゃん嫌がります。これをマズルコントロールと言います。できたら精一杯褒めてあげましょう。ではアップでもう一度見てみましょう。続いてもう一つの方法は、このように犬を仰向けに寝かせます。自分の足の間に寝かせる感じです。そしたらずっと目と目を見つめ合って、そのままお腹とかを撫でてあげます。この時主従関係ができていないと暴れたり、アイビーもたまに噛んでこようとするんですが、こういう風にマズルコントロールをしてあげて調整します。噛もうとしてきたら、ノーと言って、怖い顔をして怒ってあげましょう。そのうち落ち着いてきたら、よしよしとこちらも褒めてあげてください。必ず起き上がるときは自分のタイミングで、ご主人様のタイミングで起き上がるようにさせ、犬が勝手に起き上がらないように手で押さえつけるのがポイントです。中には眠くなってしまうワンちゃんも、そんな時はちょっと揺らして起こしてあげましょう。ということで、これね、本当に私もそのドッグトレーナーさんの、私も一応ドッグトレーナーの、資格持ってるんですけど、別の方に聞いたんですけど、本当に毎日のように、もう時間があればこれをやってるぐらいな感じで、まずはやっぱりどんな犬であっても、例えば無駄吠えを直したい、噛み癖直したい、トイレしつけたいとかあっても、この主従関係はやっぱりまず前提基礎になってくるので、つけてもらった方がいいということでした。で逆にね、ここで暴れちゃうようであれば、ワンちゃんの方が上に見てる思われている可能性が高いので、絶対にここでは負けないようにしてください。ここで負けてしまうと、よりワンちゃん的には、あ、暴れればこいつは許してくれるんだ、その手から逃れてやろうっていう風に思ってしまうので、本当にそこは負けないように皆さん頑張ってください。ということで、少しでも参考になったら嬉しいです。